ようこそ、もっと知りたい話題へ。ナビゲーターのゆめかです。世界には奇妙で不思議な岩がたくさんあります。トルコの世界遺産カッパドキアには火山の噴火により堆積した凝灰岩や溶岩層が長い年月をかけて浸食されてできた奇岩群があり、三姉妹の岩や妖精の煙突など有名な岩にはそれぞれ個性的な名前が付けられています。日本国内でも巨石遺跡や石造物がたくさんあることで有名な奈良県飛鳥村の石舞台古墳や、三重県は御在所岳の絶対に落ちない地蔵岩など、ミステリアスな奇岩は海外に負けないくらい豊富です。また岩壁や洞窟の中に彫刻されたペトログリフや文字は未だに未解明なものが多く、発見と同時に世界的なニュースとなることが少なくありません。ということで今回は世界を驚かせた奇妙な岩を5つご紹介します。それでは行きましょう。1、インドで発見された不思議なペトログリフ。2018年、インド西部マハラシュトラ州の根幹地域の丘の上に、数万年前に岩に刻まれたとみられるペトログリフが発見されたことを BBC が報じました。ペトログリフの発見はスディル・リスブード氏とマノジ・ナラセ氏率いる探検家グループによるもので、リスブード氏は BBC に対し、ペトログリフの発見には地元の人たちの多大なる協力があったことを伝えています。またリスブード氏とマラセ氏はペトログリフを積極的に探す以外に記録を取り当局に働きかけるなど、研究と保護を求める活動も行っているそうです。動物などが描かれた多彩な線画の大半は数万年にわたり誰にも気づかれないまま土の下に眠っていたと考えられています。また描かれた方法や他の地域で見つかった遺跡との類似性から、今回見つかったペトログリフは世界最古のものである可能性が高いと専門家たちは見ているようです。その専門家たちの意見を後押しするように、マハラシュトラ州政府の考古学部門を統括するテジャス・ガルゲ氏は、調査の結果ペトログリフは紀元前1万年頃に描かれたものと推理していると BBC に説明しています。しかし不思議なのは、岩絵の中に当時そこに生息していなかったはずのサイやカバが描かれている点です。専門家たちはペトログリフを描いた民族がアフリカから移住してきたとする説と、それらの動物がかつてインドにも生息していたのではないかとする説、2つの可能性を示唆しています。真相はまだ明らかになっていませんが、マハラシュトラ州はペトログリフについてさらなる調査を進めるため、日本円にして約3億7000万円にも及ぶ莫大な資金を投じると述べています。調査が進めば、いずれ様々な疑問が解決され、これが世紀の発見であったことが判明するのかもしれません。 2. 懸賞金がかけられた岩に残る謎の文字。2019年、フランス北西部ブルターニュ地方フィニステール県にあるプルガステルダウラ村では、村内の入り江に干潮時にだけ現れる岩に刻まれた謎の文字の解読に懸賞金をかけたことを AFP 通信と CNN が報じました。村長のドミニク・カップは、地元では大英博物館のロゼッタストーンになぞらえられることもあるという問題の岩は 3,4 年前に発見されて以来、地元の学者が調査を進めてきましたが、文献の解読には至っておらず、バスク語だというものもいれば古いブルターニュ語だという人もいると述べています。岩の片面を埋め尽くす文字はフランスのアルファベットであることは確からしいのですが、その組み合わせの意味がさっぱりわからないのだそうです。また帆船などの絵のほか、1786年と
1787年という2つの年号も書かれているとのことです。解読呼びかけの取り組みを主導する地元当局のベロニク・マルタン氏は、これらの年号は近隣の港湾都市ブレストを守るために建てられたとされるコルボー要塞などの砦や砲台の建設年と大体一致すると指摘しています。加えて懸賞金によって謎めいた歴史の一端が解明されることを期待するとともに、提出された解読案は審査員によって最もありそうな解釈を選定した上で賞金を付与する予定だとしています。用意された懸賞金は日本円でおよそ25万円。当局は歴史家や言語学者のみならず学生などにも解読を呼びかけているとのことです。ちなみに1799年にエジプトで発見されたロゼッタストーンは、フランス人学者のジャン・フランソワ・シャンポリオンによって解読されましたが、シャンポリオンは1832年にパリで亡くなっているため、残念ながら彼に解読を依頼することはできません。もしもシャンポリアンが生きていたら、この懸賞金は彼のものになっていたのかもしれません。 3. 岩に掘り込まれたミニチュアの世界。ペルー中部の都市アバンカイ市街から東方約 45km、 クスコの南西約 80km に位置するサイウィテ遺跡には、インカの世界観を具現しているとされるサイウィテストーンという球状の岩があります。インカの天文学が当時のヨーロッパより優れていたとする裏付けにもなっているサイウィテストーンは、卵型に成形された長さ約 4m×幅約 2.7m×高さ約 2.3m の一枚岩で、上部に細かな彫刻が施されています。彫刻にはインカ帝国の領土を構成する海岸地域、山岳地域、熱帯雨林地域が表現され、人間をはじめとした様々な生き物と建造物が混然一体となっており、具象的な石像などをほとんど残していないとされるインカ時代において、ここまで具体的な石彫は他に類を見ません。加えて彫刻にはミニチュアの水路が巡らされているのですが、これが極めて精緻にできており、一番高いところにあるため、池のような部分に水を入れると水路を水が流れ、彫刻全体に行き渡った後、最後には周辺に掘られた穴から外に流れ落ちるような仕組みになっています。ただ残念なのは、サイウィテストーンには動物が多く掘られているのですが、ほとんどの顔が割り取られている点です。サイウィテ遺跡はインカ時代の礼拝所だったとされているため、おそらく入植者か改修したインカ人が偶像崇拝につながる恐れがあるとして壊したのではないかと考えられています。 4. ネブラスカ州で発見された悪魔のコルク抜き。アメリカはアブラスカ州ハリソンのメノーの化石層がある遺跡では、地面から螺旋状に露出している奇妙な化石を見ることができます。初めてこの化石を発見したのは、古生物学者であり地質学者のアーウィン・ヒンクリー・バーバー博士です。バーバー博士は2300万年から258万年前の新大三期におけるネブラスカ州産の哺乳類の化石コレクションの土台を築いた人物です。彼はネブラスカ州西部を探索している際に、この巨大な螺旋状構造物に遭遇し、化石サンプルを集め検証した後、2000万年から2300万年前の中新世時代に遡るハリソン層の細かい砂岩地帯で主に見られるこの構造物に、ギリシャ語で悪魔のコルク抜きを意味するダイモネリクスと名付けました。それが1892年のことです。その時点でこの構造物はこれまでの化石とはまるで違うものだったため、正体は謎とされていましたが、ハーバー博士は
植物の根の部分が枯死したものではないかと推測していました。しかし、伝説的なアメリカ人脊椎古生物学者のエドワード・ドリンカー・コープ博士や、オーストラリアの古生物学者セオドア・フックス博士らは、バーバー博士の説に異論を唱え、悪魔のコルク抜きは月死類の巣穴の跡に過ぎないと主張します。加えて、同じ頃、悪魔のコルク抜きのサンプルを集めていたアメリカ人古生物学者オラフ・ピーターソン博士が、構造物の近くから古代のビーバーとされるパラエオカストルの骨がよく出てくることを発見したため、ほとんどの研究者が悪魔のコルク抜きは月死類の巣穴の化石だと考えるようになっていました。ところが、バーバー博士が悪魔のコルク抜きは植物の化石だというわずかの解釈を頑なに曲げようとしなかったため、問題は行き詰まったまま捨て置かれたのでした。それから80年余り後、カンザス大学に所属する哺乳類化石の専門家、ラリー・マーティン博士が彼の学生、デブ・ベネットと共に、悪魔のコルク抜きを徹底的に研究し、この奇妙な螺旋状構造物が月死類の巣穴であることを結論付けました。彼らの結論の主軸となったのは、絶滅した大型月死類、パラエオカストルの紋歯が悪魔のコルク抜きの内部についていた溝の跡と完璧に一致したことです。発見から100年近い時を経て、ネブラスカの荒れ地から始まった謎は、古代の生態系や住んでいた生き物たちの生活の詳細を紐解くことに一役買ったのでした。ちなみにバーバー博士は最後の最後まで月死類の巣穴という説を否定し続け、奇跡に入ったとされています。5. イースター島のロンゴロンゴ文字。モアイ像で有名なイースター島は、有人の島としては地球上で最も孤立した絶海の孤島です。1000年以上前に島の住民が作ったとされる900体にも及ぶ巨大な一枚岩のモアイ像は、300年ほど前に発見されて以来、ポリネシア社会の習慣や崩壊の謎を含め、長い間考古学者や歴史学者たちの関心を引きつけてきました。加えて、イースター島には解決されない謎として、ロンゴロンゴという美しい文字の羅列も残されています。1860年代、イースター島に宣教者が訪れた際、シンボルが刻まれた木製板が発見されました。宣教者らが土着民ラパヌイにそのシンボルの意味を尋ねたところ、ペルー人の奴隷狩りによって知識階級が殺害されてしまったため、誰にもわからないと答えたとされています。口伝によると、ロンゴロンゴを使用することができたのは少数のエリートのみで、これらの文字盤はとても神聖なものとされていたようですが、その価値がわからないラパヌイは木版を薪や釣りのリールなどに使用しており、19世紀末までにはほとんどが失われてしまったとされています。他の未解読文字と同様、ロンゴロンゴには多くの奇抜な解釈や解読したという主張がなされてきました。しかし、文字盤の一部が退院歴と関連があるらしいと推定されている以外は、文字の内容は全く解明されていません。実のところ、ロンゴロンゴが本当に言語を書き表した文字であるかどうかさえ断言できない状況となっています。もしもロンゴロンゴが解読できたなら、神秘的に佇むモアイ像の謎も少しは解き明かされるのかもしれません。さて、いかがでしたでしょうか。今回は世界を驚かせた奇妙な岩をご紹介してきました。岩に刻まれたペトログリフや文字そのものが不思議なものはもちろんなのですが、それらの多くが土の下や洞窟に隠されていることにも秘密の匂いを感じる人は多いのではないでしょうか。例えば、日の差し込まない真っ暗な洞窟にある岩絵は、どんな風に手元を照らしながら描いたのか。また、どうしてそんな暗い場所に絵文字を残さなければいけなかったのか。そんなバックグラウンドも気になるところです。
文字の文化が花開く前の時代、古代人はどんなメッセージを誰に伝えたくてペトログリフを岩に刻み込んだのか、悠久の思いに駆られてしまいますよね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。またね。